こんにちは。メッセージありがとうございますえ。今回もですね、ちょっと一般公開動画で返信させていただきます。FX についてのやりとりでございますけども、あここに至ってですね、んやっぱり FX の,あのお問い合わせってのはね、だいぶ増えてきまして、えー、特に今年に入って FX っていうのがね、またなんかいろんなところでまあ注目されだしたのか、見直されてきてるのかなってところがあります。 一つの大きな要因としては、その暗号通貨ですよね。あの、投資はよくわかんないんだけども、暗号通貨をなんとなく始めてみたよっていう方が暗号通貨に資金投入、昨年とかしましてね。で、昨年は暗号通貨結構、値段がいい感じで上がってきた時だったんですよ。で、今年に入って、特にこの1ヶ月くらいね、ガーンと下がってきて、多分多くの方が含み損を抱えてらっしゃるか、もう、投げ売りをして、 ななななけししの現金を抜き出していいるとところんんじゃないかなと思うんですよね、まあ、その中で改めて投資ってのはしっかりと学ばないと損しちゃうなってことに気づいた方がじゃあ FX ってどうだろうっていうふうに入ってきたと思うんですよ、まあ、ご存知のように FX ってのはもうすでに、えー、もう手法が確立されてましてね新しい手法が出るでもなくうんおよそ500年ぐらい前に作られた まあ、坂田語法をはじめとするテクニカル理論っていうのを、それからファンダメンタルズっていうね概念があ、FX にありまして、これを学んで理解することによって、ね、値動きっていうのが高い確率で予測できるようになってくるんですよね。で、これはオリジナルの自分独自の方法でというよりも、すでに FX でもしくは投資で,ですね、え、利益を出し続けてる人が、 共通して使ってる考え方、これを身につけることで見えてくるんですよね。で、逆に言うとそういうのを身につけなければ、自分勝手な推測、予測で、うーん、まあ、危なっかしいギャンブルみたいになっていくってことになるんじゃないかなと思います。この辺が私もね、よく理解できなかったんで、FX ってのはね、なんか割のいいギャンブルなんじゃないかなっていうところが拭えなかったんですが、まあでも6年前に、しっかりと一から学んだらどうなるかな、 ってことでやっていくと、だんだん見えてくるところが多かったんですよね。という私もね、最初はね、ダブルトップが出た時だけしかエントリーしないみたいな決め事を作っていたんですよ。そうすると、どれがダブルトップなのかなっていうふうにかなりこだわるようになりまして、まあそこからですね、なかなか分かってくると面白いなと思ったんですよ。で、私ね、FX の前に、10年前ですけども、アフィリエイトから始めて、このパソコンでインターネットを使って、 お金を稼いでいくっていう手法を入っていったんですよね。まあそうするとね、私のね、好きな概念にすぐぶち当たって、それはね、わからないからやめるんではなくて、わからないからわかるまでやると。できないから、できない、やめちゃうんじゃなくて、できないからできるまでやるんだっていうことですよね。まあそうするとやっぱりね、上手な人とか、賢い人ってのは、コツコツとできるまでやってるんですよね。まあそれに尽きるかなと。 例えば今回、あのー、多くの方にご質問いただいて、で、私がね、集中講義で、えー、一時期、ヒゲについて語ったことがありました。ヒゲってのは一体何なんだろうな、と。なんでヒゲって出ちゃうんだろうな、とで。ヒゲが出た場合、どういうふうに考えればいいのかな、と。そのヒゲが、例えば長いヒゲ、短いヒゲ。これはどういうふうに理解すればいいのかな、ってことですよね。で、うん、一つの大きな勘違いとして、 たくさんの人が同じエントリーをしているっていうよりも、少数の方が大量の資金でエントリーしてるっていうふうに考えたら合点がいくなっていうところにね、これがなかなかわかりにくかったんですよね。うん確かに、お金を持ってる人っていうのは一人でたくさんのロットを投入するんですよね。でも同じように見えても少ないお金をたくさんの人が うん、同じ瞬間に同じ方向でエントリーすればそれは同じ現象に見えるわけですよだから私はずっと誤解したところがあったんですけどもまあけどねたくさんお金を持ってる人とあんまりお金がない人うんどっちが投資に向いてるかっていうと投資で生き残れるかもしくは投資で勝っていってるかっていうとやっぱり少数のたくさんのお金を持ってる人扱ってる人ですよねうんだから 10万とか20万ぐらいしか FX に投入できない人っていうのは、まあ、基本的にね多いんだけども数は多いんだけども、うん、そんなに上級者とか、うん、レベルの高い人っていうのは、まあ、基本的にはいないんだろうなと思うわけですよなぜなら FX や投資にたけてる人っていうのは、まあ、投入金額大きいはずですからね、うんまあ、この単純なことがずっと見えにくかったのが、まあ、私の反省なんですよ で、ここが分かってきたから、あ、なるほどなっていうところが結構出てきて、チャートが見やすくなったっていうところがあります。で、こういうふうに、私がなるほどと思ったことを、その FX の徹底解説の方ではお伝えすることにはしてるんですけどね。まあ今でも今年に入ってね、結構、FX の 相場解説をやる機会が増やしたんですけども、通常は1日1回から2回なんですけどもね、多い時には5回とか6回とか1日にやってるんですよ。まあそういう時ってのは本当に細かく時系列で終える方に対してのメッセージと、あと、その瞬間じゃなくてもね、1週間2週間、1ヶ月2ヶ月経っても、その現象ってのはこれからも出てくるから使えるよっていうふうな、まあ、あのー、どんな時でもね、汎用的に使える講義にはなっているんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、 こんなところですかね。で、メールをいただいてね、えっ、ー、と、いろいろと、うん、まとめてくださってます。まあ、その通りでございます。えー、そして、FX の徹底解説は、今年、必ず、スタートしようかと思うんですよね。半年ぐらいのサポート期間で、やっていこうかと思います。まあ、そのぐらい、やっていかないと、なかなかなんですよ。よくね、FX の、なんか、コンテンツ、要するに商品販売とかコミュニティで、 3ヶ月のサポート期間っていうのがね、多いんですけども、運営する方としては3ヶ月で終わった方が楽なんですけども、いや、しかしね、3ヶ月じゃちょっととてもじゃないけども、基礎をやってるうちに終わっちゃうんですよね。で、そもそも、FX の講義をお送りする方はそればっかりやっときゃいいんですけども、FX の講義を受ける人って基本的にね、FX でまだ生活できてない人なんで、1日10時間ぐらいのお仕事をされてる方じゃないですか。 で、その少ない時間を取って、一日に1時間とか30分とか、場合によっては、今日はできなかったみたいなことだと思うんですよ。ですので、私が考えるのは、1週間のうちに、まあ、徹底的に FX ができる日を、少なくとも一日はみっちり持とうよねと。で、一日も別に10時間やらなくてもいいと。でも、やっぱり2時間、3時間ぐらいは、脇目を振らずに FX だけをね、一冊の本を読み終えるかのようにやる。そんな日がないと、 やっぱりこれは攻略難しいよと。そして一週間に一回はコンテンツを提供している人と密にやり取りをする。まあそういうふうな気持ちで取り組まなければなと思います。もちろん毎日やるのが一番なんですけども、現実考えて毎日やらないとできないというふうなコンテンツの提供をするとね、受け取る方が毎日はとても無理だよってことになって、しかもそれがなかなか言い出さなくって過ぎていくんじゃないかなと思ってるんですよ。ですんでね、一週間に 1>, 1日できれば2日でそれぞれ1時間前後2時間前後を確保すればできるように、えー、やっていければなと思ってますねはい詳細は今後またお送りいたしますであのー、FX を攻略することによってもうお金の不安ってなくなるんですよで今日例えばね40歳もしくは50歳で FX を攻略できたら70歳になっても80歳になってもその攻略した FX の方法そのものでやっていきますんで 体力がなくてもいいですし、記憶力が悪くてもいいですし、それこそ重いものを持つ必要もありません。ただ、パソコンは5年に1回ぐらい買い替えるというね、ことはやった方がいいと思いますけどね。で、トレードされてる方の中で、画面がいくつもある方いますよね。あれも必要ないですね。画面は別に1個でできますし、まあ2個あったら便利かなってとこですね。だから、あのー、特にトレーダーズルームみたいな本格的なね、 なんか画面バシバシバシみたいなね、そんなのは必要ないんで、うん、まあノートパソコン1台でいいんじゃないかなと思います。うん。まあ逆に言うとね、それが自分の会社であり、銀行みたいになりますんで、うん、結構余裕を持って取り組めるんじゃないかなと思います。で、資金の余裕ができたら、今度は時間の余裕ができますんで、そしたらね、好きな人にいろんな恩返しをしたりとか、自分の思い出を作ったりとか、うん、寄付をしたりとか、うん、さまざまできるんじゃないかなと思います。 ただ、まあ、最後に申し上げますけど、FX っていうのは、みんなが勝てるわけではありません。やっぱり、やることをやった人だけが、勝てます。五分五分の FX の、バイ、セルの五分五分の勝負から、まあ、五分五分以上になるとね、私の場合、4対6で、6割勝って4割負けるっていうのを覚悟すれば、その差額の2割でもう十分暮らしていきますんで、ほんのちょっとのことなんですよね。で、逆に、学ばない人ってのは、 5割も勝てなくなくっちゃうんですよねそれこそわずかな負けでもその負けが積み重なって永遠にプラスにならないってことになるんでいずれ退場ってことになっちゃうんですよ本当に小さな差です、うん、小さな差なんですけどもその49対51の間には大きな隔たりうんやっぱりしっかりと身につけられるかどうかっていう現実があるんですよね、はい、じゃあ今回は以上ですそれではこれからもよろしくお願いします、えー、匿名で、えー パレワシに配慮しながらのメッセージになりましたけどもまたメッセージくださいありがとうございます失礼します